はい、どうも皆さん、こんにちは。お久しぶりでございます。ですね、今日からフェニックスリーグね、昨日からだったんですけどね、昨日雨が中止になってしまって、今日フェニックスリーグの、2日目でございますが、ヤクルト、今日ね、阪神ヤクルト戦が西都市の方でね、ございまして、テレビのね、中継がないんですけども、スポナビを見ながらね、スポナビ見ながらね、やっていきたいと思います。まだね、メンバーの発表がないので、ちょっとゆっくり見ていこうかなと思います。いやー、久しぶりですね、なんかこんな真昼間から野球見るのね。いやのんびりいきましょう。まだまだね、メンバーの発表がございますので。で、ちょっとね、ご挨拶していきましょうか。泉さん、小林翔さん、宮前さん、どうもこんにちは。ね、仕事ね、もう今日ね、真っ昼間ですからね、平日のね、無理なくでね、お昼休み、よろしくお願いします。で、磯崎さんもね、お久しぶりでございます。谷上さんもね、ヤクルトファンの中学生もいらっしゃい、お久しぶりでございます。体育さん、ともくまさんもね、よろしくお願いします。お昼休み10分弱にありがとうございます。貴重な時間に。MMTT さんもよろしくお願いします。オフシーズンどうしたらよいか。いや、野球以外にもね、いろいろありますんで、楽しいことはいっぱいありますよ。ちょいちょいね、他のね、侍ジャパンがあったりとか、ね、ドラフトがあったりとかね、他にもね、いろいろありますから、普段できないことやっておくべきです。葵さん、いらっしゃい。スイッチ買った。おめでとうございます。こさんいらっしゃい。のぞみんさんもいらっしゃい。ね、ラジオ感覚で聞き流してください。ね、よろしくお願いします。アジサイさんも DH さんもよろしくお願いいたします。あ、就職に向けての自習ですか。ね、頑張ってね。大変だ。もちろん毎年ドラフト会議やりますんで、ね、よろしくお願いします。はい、小林王様、こんにちは。はい、リア様でよろしくお願いします。ね、お昼休み中にありがとうございます、本当に。ねえ。そうなんですよ。結構、フェニックスリーグ放送してないとこが多いんですよね。阿部孝さんいらっしゃい。ねえ、サイトで行われる試合はもう、全然やんないからね。今日も5試合やってるけど、放送されてるのは2試合だけか。ねえ。スポナビでやっていきましょう。ねえ。まだね、メンバーが発表されてませんね。ああ、水野さんもね、お昼休みで。ありがとうございます。ねえ。ああ、コーチにね、なんかね、島さんがね、入学しましたけども、どうなることかね。あんま変わってないよね。あ、ミラキツナいらっしゃい。さあ、ちょこちょこね、スタメン発表されてるところも出てきましたね。佐藤さんもよろしくお願いします。急いで勉強してきてますか。夜お父さんのみんなで帰るから。なるほど、気をつけてね、帰ってくださいね。風邪ひいちゃった。気をつけてね、お大事にしてください。
まあね、この時期もね、暑くなったり寒くなったりしますからな。さあ、ちょっとまだね、ヤクルトの方、ね、阪神ヤクルト戦の方のスタメンの発表はございません。ね、さあ、今日ね、テレビの中継がないので、スポナビで、ね、すごい懐かしいな。まだね、俺がスカパー契約してなくて、ダゾーンしかね、見てなかった時は、ね、結構ね、このダゾーンがやってない時はね、スポナビを見ながら実況配信やってたことありますね。懐かしい。明日はやんないです。次にヤクルトの試合があるのが20日なんでね。ただその前にあれか、クライマックスが CS が14日からか、 CS が14日からですね。ね、まあそれまでのんびりとって感じでどうだろうね、ちょっとね、わかんないですよね。ピッチャーも誰が投げるのかわかんないしね本当にどんなスタメンになるのかがね、全然わかんないですね。さあ、ちょっとまだ発表がないですな。もうクライマックスでやります。14日からやります、はい。で、15日がちょっと俺ね、ちょっと藤枝くんのお手伝いで、またダンスイベントのね、発表会の お手伝いに行かなきゃいけないので、なんかね、かぶるねかぶるよね。はい、見てるだけにしてください。はい、大丈夫です、全然50で大丈夫です。はいはい、サイジさんもね、サイジさんもお久しぶりでございます。まあクライマックス楽しみですね。ベイスターズとね、広島カープどっちが勝ち抜いて阪神と、ね、戦うか。まだ発表されないか。結構ギリギリなのかなね。よくね、ファームの試合もね、メンバー発表はギリギリだったりするからね。CS は14日からですね。はい、14日からでございます。あ、友駒さん、お仕事頑張ってねお仕事頑張ってありがとうございます。横浜対ソフトバンク行ってほしい。雨翔一くん堺市ん、何のことだ。あー、今夜のパリーグね、楽天の試合か。まあ、夜俺仕事なんでね。阪神の選手と一軍の選手たくさん、なんかね、クライマックスに向けてやっぱり実戦やらせるって言ってたよね。さあ、どうなんだろうね。まだ5分前でございますが、スポナビの方ね、まだ発表されてませんね。なんかね、チーム事情が違いますからね。やっぱりほらね、CS の決勝ラウンドまで日にちがだいぶ空いてるから、その間にね、どれだけやっぱり実戦のね、感覚を失わないかっていう、
まあ、その中でもね、怪我させないように。あ、スタメン発表されましたね。スタメンが発表されました。さあ、スタメンがね、発表されましたんで。ちょっと、メンバーを入力していきたいと思いますので、皆さんしばらくご歓談をよろしくお願いいたします。まず、ヤクルトの方からいきますね。マルンテンですね。マルンティンで岡ちゃんですね。2番ショート岡ちゃん。3番に浜ちゃんですね。ショート浜ちゃん。で4番に沢井くんだ。で5番に指名打者宮本武史。いい。で6番に赤羽くんが入って、でサードに竹岡くん。そしてに北村くんが入って、でキャッチャーに入るべ。そして坂口投手と。さあそして阪神が選手、小畑選手、で、森下選手はそのまんまで、お、4番にめいちゃんですね。で原口選手、で指名打者に糸原選手、で渡辺亮選手。お、
ってキャッチャーに流す。長坂健選手ですね、群馬ですね、うん、そして熊谷選手、ヒロ、熊谷高弘選手、そしてピッチャーが村上頌樹選手ですね。さあこんな。さあもう始まってますねもうさあもうスタメン入力してる間にもう始まってます。もうなんかヤクルト2アウトになってるね、早いね今浜ちゃんが、お、今浜ちゃんがレフト前に打ちましたね。浜ちゃんがレフト前に打ってるね、うん、ナイスバッティングもう本当に、もうね、5分前に発表されてね、入力してる間に試合が始まるっていうね、もうえらいこっちゃですよ本当に。さあそして沢井くんだ沢井くんだ、さあバッター沢井くんでございます。浜ちゃんね、レフト前に打ってますね、うん、おっと初球真ん中高めのストレートライト方向へツーベースヒット、ナイスバッティング、ナイスバッティング、ということはランナーが二塁三塁か、ランナーが二塁三塁でナイス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 、さあちょっとね、そして宮本武史だ、いや皆さん武史にエンパワーをね、文字だけだからちょっとねやりにくいんですけどもね、あ武史打ってけろーねえ、沢井くん初球をいきなりですね、いい感じだ。あーっとインハイのストレート詰まってショートフライでスリーアウト、あー詰まらされた、残念あいやー、インハイのストレート詰まらされてのショートフライね、一球で肩がついちゃった、あらららららら、いやあ、やられましたな。西本さんいらっしゃい。あ、フェニックス3来てるんですか。そう、韓国選抜ね、韓国から来てるみたいだよ。うん、それはね、試合、テレビでやってます、多分。スポーツプラス2だ、なんだっけ。そう、CS でやってるよね。うん。いやー、ちょっとね、2アウトからチャンスがあったんですけども、残念。あ、水野さん、いってらっしゃい。ありがとう。ね、忙しいところありがとう。山川選手来てるか、うん、
さあ阪神の攻撃ですね、始まりますのでよろしくお願いいたします。小野寺選手からかな。ね、学校頑張って。はい、1回の裏、ね、阪神の攻撃になりますね。小野寺選手から。ね、もうさあアウトローのストレートね、見逃しでワンストライク。さあ今日ねピッチャーがですね、うち坂口投手ですね、うん、彼がね先発で長いイニング投げれればね、ちょっと来季楽しみですね。さあアウトコースのスライダーを見送っております。ボン、これ球のあれか、スピードは出てないんだ。さあ今はね、ワンボールワンストライクです。さあインコースのストレート詰まってセカンドゴロ、セカンドゴロでワンアウト。さあインコースね、まあ、150前後のねインコースのストレートがいったんでしょうね、詰まらして、ワンアウト。よしよしよし、そして小畑選手ですね、今日2番ね、ショートに入ってます小畑選手。放送ないです、はい、放送ないです、あのスポナビで見てます、ね、さあ真ん中低めのストレートはファール。さあアウトサイドね、ストレートは見送られてツボ、ワンストライクワンボールですね。で真ん中低めにスプリット落としてきましたが、バットは回らず、ボン、ツーボン。おっと、アウトハイにね、ボールが抜けたかな、ストレート。ね、高めに外れて、スリーボールワンストライクですよ。さあ、初球ね、ストレート低めに行ったんですが、その後、ボール3つで、ちょっとカウントが悪くなった。さあ、ここは歩かしたくはないが、さあ、5球目。さあどこに投げるか。お、真ん中高めのストレートはこれはショートゴロでツーアウト。よし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 、ショートゴロです。あ、トラテレはやってるんだ。それは知らんかった。ああ、まだもいらっしゃい。そう、中継やってないです、基本的に。はい。はい、トトさんもいらっしゃい。春菜さんもいらっしゃい。さあ、次ね、森下選手です。さあ、インコースのスライダーは見送ります。ボン。トラテレでやってるの知らなかったな。確か20日のやつも放送やってないんじゃなかったっけな。だからトラテレ入った方がいいのかね。さあインコースにスライダーを投げてから、ね、2球目ちょっと間がありますな。あ、金倉さんいらっしゃい。先日仕事組み出したの。あらまあ、あ、了解です、大変だな、うん、あ、リアさんもありがとう、ね、お仕事頑張ってください。さあアウトローのストレートは見逃しでワンボールワンストライク。今年2度目。おっと、アウトハイのストレート、これはセンター前か。センター前ヒット。さあ、森下選手、センター前ヒットです。そして4番に三重選手。すいません、ちょっとね、今、映像でね、見てないからね、本当に
さあ、インコース低めのストレート見送ります。あんまりちょっとコメント欄見えんからもしれん見えんかもしれんね、本当に。あ、ゆうばさんもいらっしゃい。さあ、ツーアウトランナー一塁、ね、森下選手センター前に打って、次4番三重選手、インコース低めのストレートを見送ってボールです。あ、ふうさんいらっしゃい。ゆうま様ありがとうございます。あじさい様ありがとうございます。さあ、野球はツーアウトからね、やっぱりなんかこうさっきもヤクルトもそうだったけどね。さあ、インハイストレート見よ、あ、これはファールか。さあ、打ち上げてファール。これ球速は出ないんだね今日ね。あれかな、スピード感があんまり良くないのかな。高橋さん、こんにちは。さあ、インコースに2球ストレートを投げてワンボールワンサイドです。坂井投手今のところ球数全部で13球、次は14球目。三重ちゃんに対しては3球目になりますが、さあ、ちょっと間が空いてるね。さあ、どこに投げるか。で、うちキャッチャーは確かあれだよね、育成だよね、フェリペ選手ね。途中からね、ビズリーチしてきて入ってきたんだよね。違うか。ね、中東で入ってきた選手ですよね、確かに。さあ、ワンボール、ワンストライク、間が空く。これ映像で見てないからね、この間が何なのかちょっとわかんないんだよな。そう、スポナビで見てます。おっと、インコース低めのストレート見逃し、ワンボールツーストライク追い込んだ。あ、大輝さん、いってらっしゃい。ねえ、おっと、これもインサイドのストレート見逃しの三振でストライクアウト。ナイスピッチング。さあ、ツーアウトからね、ランナー出ましたが、ね、みえちゃんをね、見逃しの三振で打ち取りましたね。うん、よしよし、ね、いつも映像で見ながらね喋ってるけど、今度文字見ながら喋るっていうのもなかなか本当に3年ぶりかな、2019年、ね、本当にぶりぐらいですよね。お、テスト午前中で終わりましたか。ヤクルト最高さん、お疲れ様です。ねえ、ふうさんもねえ、久しぶりねえ。またね、配信がね、ありがとうございます。次回がね、CS だね、14日ねえ、広島ベイスターズ戦で、15日がちょっと俺お休みなんで、あーっと、もう始まってる喋るってる間に始まってる。赤羽くんがいきなりショートゴロでワンアウトです。喋ってる場合じゃないね。なあ、ゴーゴースワローズもやってなかったんですよ、ね。さあ、そして竹岡くん、インコース低めのストレート見逃しでワンストライク。PK さんいらっしゃい。ねえ、トラテレね、ちょっと今から入ってもね、ちょっとあれだよね。で、次10日になっちゃ、次20日になっちゃうしね本当に。いや、トラテレはちょっと意外だったわ。調べたんだけど出てこなかったんだよね、トラテレがね。さあ、真ん中高めのストレートが、これファールか。で、アウトローのフォークを見送ってボール。ねえ、ゆるくね、今からでもトラテレ入ろうかなさあ、真ん中高め見送ってボール。トラテレいくらだっけ、1500円ぐらいだっけ。トラテレもね、2019年入ってたんですよ。ダゾーンがほら甲子園
遅いからね、トラテレでやってたんですよね、当時。アウトローのスローカーブを見送ってフルカウント。セーブしないの？スカパーがない、あのスカパーやってないです。サイトの試合はスカパーやってないんですよね。今日5試合ぐらいあるんだけど、スカパーでやってるのほんの2試合ぐらいで。あっと高め、インハイのねストレートが、外れてファーボールです。インハイストレートファーボール。さあインハイね、ハーフスイングね、止まりました。さあそして北村くんだ。660円、 ありがとうございます。さあインサイド見逃しでワンストライク。660円は安いね。ちょ、実況しながらは難しいんで、ちょっとあれですかね、無言になっていいですかね。トラテレフェニックスリーグ。本当だよ、この情報は。この情報はちょっと今ね、あのトラテレ入りますわ。トラテレ入りますよ。これ新規登録だよね。クレジット決済660円だったら入っちゃうな。カード情報すいませんね、ちょっとね今トラテレに入りますんで。トラテレに入りますんで。ありがとう。で早速見る。フェニックスリーグのどこでやってんの？フェニックスリーグどこだ？ライブ配信。これか。アプリじゃなくてダメなのか。実況はなくて流しっぱなし。これ
え、これこれっすか。そうだよね、宮崎フェニックスリーグヤクルトスワローズ戦、鳴尾浜、鳴尾浜、え？どれだ？あ、違う。もっとはっきり映ってる。どれだ。フェニックスリーグ。現在のライブ配信これかな。あの右下のやつ、左下のやつだよね。現在のライブ配信、いやトラテレ久しぶりだからちょっとわかんねえな。現在のライブ配信、でもこれじゃないんだね。宮崎フェニックスリーグっていう文字をタップ。やばい。どこでやってるかがわからないっていう。現在のライブ配信、現在のライブ配信、現在のライブ配信、現在のライブ配信っていうのはどこなんだろう。現在のライブ配信が、アプリじゃないですね。うん。アプリね、ちょっとパスワードが分かんなくて入れなくて、パスワードが分かんなくて入れなくて、ログインできないっていう。なんだっけな。
かんねえなわかんねえな。いやここでポンコツ具合が出るとは思わなかったよ。PC の方が分かりやすいですかね。PC だとね、音声が入っちゃうからな。まあいいや、もうそんなこと言ってらんないね。ちょっと待ってね。あ、ずっと待ってても ありがとうございます。現在の、ああこれか、なるほどこれか。見れた。見れましたね。見れた。さ、ありがとうございます。見れました。一応パソコンで見れたね。これどういうふうにやればいいかな。今これがこうなってこうかで、今熊谷選手か、熊谷選手がバッターボックスの、すみませんね、ありがとうございます。あ、イオンさんありがとう。イオンさんありがとう。ありがとう。ナイスパンチマークです。お、これピッチャーライナーか。ピッチャーライナーで、阪神の攻撃だよね。で、ピッチャーライナーでスリーアウトか。わ、ちょっと画面が渋滞してるな、ちょっとすいませんね。ちょっとね、パソコンのモニターがいろいろ渋滞してますね。すみません、ありがとうございます。さあ今阪神の攻撃が終わって、次が、ま、うちはマルンティンからか。
で、3回の表かな、トラテレ配信してるみたいです。あ、してます、してます。はい。俺も今、慌ててトラテレ入って。今ね、慌ててトラテレ入りました。あ、これ、あれか。小さくできねえか。ね、イオンさん、ありがとうございます。さあ、じゃあ、ちょっとね、こっから、気を取り直して行きましょう。3回の表だね。ではゴーゴースワローズ行きましょう。よろしくお願いいたします。それゴー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 サローズ。ちょっとね、いつの間にか1点取られてました。あのすみません、俺がトラテリに入ってる間にね。さあ、バッターですね、丸山選手ですね。1番ですね。2周目、これ球が分かんねえんだよな、多分初球、これストレートかな。この角度だとね、ちょっとストライクボールがよく見えないっていう、ね、もう審判のジャッジで見るしかないね。さあ2球目はこれはファールかね、一塁線転がります、ファール。さあ初球は真ん中低めのフォー、あ、アウトローのフォークを見送って、で2球目はこれファールですね。ちょっとタイムラグがね、やっぱ出るからね、うん、さあワルディン頑張れ。さあ3球目、これは三塁線の方で、ね、切れましたね、ファール。インサイドの球かな。アジサイさん、ありがとう。トラテレ、ありがとう。ありがとうございます。ナイススパンジェンバー、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。お、これは、ショートの正面か。逆シングル取って、一塁に送球。ワンアウト。ショートゴロ、残念。ねえ。今日のショートは、尾形選手ですね。次は、長岡くんですね、岡ちゃん。よいしょ。さあ、初球はアウトハイの、ね、カットボールを見送ってボール。で、2球目は、右方向にファウルですね。ワンボール、ワンストライク。アジサイさん、ありがとうございます。さあ高めにこれ外れたかな、見送って2ボール1ストライク。ちょっとカメラの角度も変えないとな。おっと、これインハイ打ち上げた右方向、ライト線ファールゾーンで、あー取られたか。ライトフライで2アウトね。えお母ちゃん、ライトフライで2アウトです。そして3番浜ちゃん、ねえインハイファー、ね、ライトのファールフライです。さあ、2アウト。さあ、初球はこれはあれかな、外に外れたのかな、見送ってボール。さあ、2球目、これは真ん中高めか。さあ、これも見送って2ボール。なかなかヒット打てないよね。
あっとこれはサード、おっとちょっとボールをこぼしたけども、送球もそれて、これはセーフになったか。ハマちゃんサードゴロだけど、ちょっとねサードのボール処理もたつきがありましてね、送球もちょっとそれてね、ハマちゃんセーフになりました。ナイス。いつもと違う角度だからな、やりにくいな。このカメラでのね角度なかなか見ないからな。さあそして澤井くん、さあヤクルトチャンスだ。さあ初球はこれを打ち上げて後ろに飛ばしてファールかな。これはエラーなのかな。スポナビはね、まだエラーついてないね。うん、これさあ2球目高めかな、見送ってボー、ワンボールワンストライク。あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします、ね。あ、休憩中にありがとうございます。庄司さんもありがとうございますね、天気にぎさんもね、みひりさんもありがとうございます。あと他にもねちょっとご挨拶してくれた方ありがとうございます。さあこれはアウト早くかで、見送ってツーボールワンストライク。さあ澤井くん頑張れ、さあ打ってけろ。おっとランナー走った、セカンドはアウトか。うーん、ハマちゃん盗塁を仕掛けましたが刺されてアウトです。にゃー、なんとさっきのはエラーがついてないからこれヒットだね。うん、あらららららら、あ、来年は最悪にしましたか、スカパーね。まあでもまあいいじゃん、トラテレ安いしね、660円安いよ。うん、ちょっとカメラの角度がね、やりにくいけどね、あのボールがどこ行ったか分かんないもんね。あ、メンバー17ヶ月目ありがとうございます。まあまあ贅沢を言えないよね、やってくれるだけでもありがたいよね本当。さあ阪神もね2周目に入ります。あ、小松さんありがとうございます。熊谷くんのファンですか、ね、ちょっとゆっくり楽しみましょう、ね、今日の阪神のメンツでね、俺は長坂健也選手ちょっと応援してます、はい、地元一緒なんでね、はい、確かあれだよね、間違ってないよね、群馬出身だよね、ただね出身地群馬だよね、うん、頑張れ。そうだよな。で、うちはね、あの丸山選手がね、群馬ですからね。両チームに群馬県出身の選手がいるなんてね、こんなに嬉しいことはないよ。うん、さあ初球ストレートは見送ってボール、これカードしまっとかねとな、やばいやばい。さあで2球目は三塁線、転がって切れます、ファール。3球目、おお、インサイドに決まったが見逃し。さあこれでワンボールツーストライク。さあ4球目はファールですね、右方向ね、ファール。今ワンボールツーストライク。
Thank you. あ、ふうさんもありがとうございます、ね、5ヶ月目ありがとうございますね。今シーズンもよろしくお願いいたします。さあ、これを打ち上げたか、6球目打ち上げてバックネットを越えていきます。ファル。でその前にね、インコースのカーブを見送っています。まあ、2-2ですね。2-2で今の6球を投げてる感じ。いや、こちらこそありがとうございます。さあ次、7球目、小野寺選手に対する7球目。投げた。これはショート正面、岡ちゃん取って軽快にさばいて一塁に送球、ワンアウト。さあそして次は小畑選手です。トラテレねトラテレすごいね。さあ初球は真ん中低め見逃しでワンストライクで、2球目バットに当てますが左方向後ろに転がってファウルで、今ツーストライク追い込んでます。3球目、さあアウトコース高めにボール外れてワンボールツーストライク。わーっと、なんだこれ、びっくりしたなんか変なもんおっしゃって今いきなり広告入ってびっくりした。さあ外に大きく外れて4球目も外れます。ボン。さあ今ねちょっとね指先にロジンをつけ直して、さあ5球目投げた。さあ外、空振り三振、ストライクアウト。ナイスピッチング。さあだんだん慣れてくるかなさあそして森下選手です。マッケンジンさんいらっしゃい、ありがとうございます、こんにちは。お、これで坂口投手交代ですな。さあピッチャー交代です。ね、小畑選手を三振に取った後、これ誰だ。 Thank you. ね、畑さんありがとうございます、ね、よろしくお願いいたします。左、うわー見えねえ、誰だ。誰だか分かんないからな。お、山野くんか。あー確かに山野くんにも見えるありがとうございます。あ、スポナビね、データだけで、いつも通りです。で今トラテレで見てます。はい、今トラテレで見てます。さあ試合再開。あ、トラホさんよろしくお願いします。山野くんだね。うん、もうねパソコンのモニター
いろんな画面出てるからね、ちょっとトラテレ結構小さくしてるからね見えなかったりします。さあ真ん中のカーブを見逃しでワンストライク。そう、控え投手が分かんないんだよね、うん。さあ2球目真ん中低めのカットボール、ワンバウンドでボール。それ3球目、ね、左方向にファールで今ワンボールツーストライクです。トラテレがすごいね、本当に感動したよ。本当660円か、今時だよね、すごいね。さあ高めにボール外れます。ツーツー。ダゾーンなんかね、今ねめちゃめちゃ高いもんね。さあ5球目、これは左方向にファールです。森下選手結構でかくなったような気がするね、体が。気のせいかな。そう、控えが出ないのよね、わかんないのよ。そう、マッケンジーさん、そう、トラテレで。さあ6球目もファールか。さあ次は7球目。さあこれはインコースに変化球かな。さあハーフスイングはセーフです。さあこれでフルカウント。いや、トラテレありがたいよ。さあこれもインコースの、あー、これはファーボールか。さあインコースを攻めていったんですが、フォアボール。さあ森下君フォアボールで一塁に。そして4番に見えちゃうんですね。さあインコースのストレート、ね、際どいところ行ったんですが見送られてるフォアボール。さあ、みえちゃんに対しての1球目。投げた。さあ、これは高めに外れるか、見送ってボール。ああ、押さえてけろー。はい、歌さんいらっしゃい。いきなりファーボールだよね。いやー、あの、神宮球場でのあの、パフォーマンスは、もうね、よかったよね。一気に好きになったよ、三重選手、三重ちゃん、ね。さあ高めのスライダーをファールです。ワンボールワンストライク。3球目。さあインコースの変化球に空振り。さあワンボールツーストライク。さあそのインコースの変化球、そう、審判に当たったかな。うん、さあ球審に当たりましたね。今日審判が誰なのかがちょっと分かんないんだよな、書いてないからね今日ね。はい、刑事予備さんいらっしゃい。トラテレ毎年配信してるんだ、ありがとうございます。さあ次が4球目。さあうちのキャッチャーフェリペ選手どっちに構えるかな。さあインコース寄りかな。インコース、これはバットに当てます。左方向、大きく打ち上げた球はレフトフライ、レフトフライで3アウト。なんとか抑えました。
なんかキャッチャーがどっちに内に構えてるか外に構えてるかがだんだんなんか分かってきた。よーく見てるとね、うん、なんとなく、ね、ただ高さが分かんないんだよな、うん、この角度。あ、北原さんいらっしゃい。ねえ。いや、やっぱね、阪神もフェニックスね、に、主力ね、結構ちょいちょい出して、CS に向けてね、調整ですよね。うん。次は4番の澤井くんからか。そう、ビジター球場でね、神宮での雨のへすらね、あのパフォーマンスは、心つかまれましたよ、本当に。で、煽ったオスナがやらないっていうね。まあ、その分、うちの若い衆2人やりましたけども、ね、あのパフォーマンスの後じゃね、やりにくかっただろうな、うちの若い衆もね。では行きましょうか。ゴーゴースワローズよろしくお願いいたします。それゴーゴースワローズ、ゴーゴースワローズ。いいな、見に行きたいね。見に行きたいな。近所だったらもう絶対行ってるけどな。うん、はい、で澤井くんがバッターボックスに入ります。やっぱ映像があるといいね。映像があるといいわ。さあ、澤井くんバッターボックスに入ってるけど、まだあれだね、トラックが走ってるね。グラウンドの中ね、整備する。いいね、なんかこの辺が、この辺の緩さが。で、向こうも実況してないからな、今どんな状況なのかがこのカメラでしか分かんないから。お、また澤井くんがバッターボックスに入り直します。お、してるんさんいらっしゃい。トラテレでやってるよ、トラテレで。さあ、初球、緩い変化球が外に外れます。外、高く外れます。おっ、2球目、インコースかな。さあ、インハイ、外れます。見送ってボン。トラックっていうか、なんかおっと、これ一塁線フェア。これはライト線深いところまで転がっ、ファールか、ファールでした、すいません、ファールですね。で、これだからファールだね。惜しい。あれフェアだったらやばかったね。うん、トラックっていうか、グラウンドを整備するなんかトラクターみたいなやつ。そう、ヤクルトね、2試合だけ、なんか25か6かなんか、確か2試合だけやるんだよね、なんかね。さあ、今これ2-2かな。さあ、4球目、外1球、そうだね、ストレート見逃しで2-2ですね。さあ、5球目。さあ、インハイの球は後ろバックネットに飛んでファール。さあ、バッターはで澤井蓮ですね。澤井くんです、ピッチャーの村上くんは今44球を投げてます。まあ、45球目か。45球目を投げました。さあ、澤井選手に対して次6球目。アウトコースだね。さあ、アウト、はい、カットします。ファール。
そう、スワローズね、試合ほぼないんだよね。4試合しかないんだよね。確か。今日の後はもう20日になっちゃうからね。あ、猫猫さんいらっしゃい。ありがとうございます。いや、俺もね、トラテレあるの知らなかった。さあ、これはアウトハイかな。見送ります。ボウ。これでフルカウント。アウトハイ、あ、真ん中、インハイか、あ、インローか、インローのカットボールを見送ってボール。さあフルカウント、8球目バットに当てます。一塁線、これは切れたか、ファール。さあ粘りますな。さあ村上くんは今48球を投げて、もう50が見えてきたね。さあ次が9球目投げた。さあこれも後ろに打ち上げてファール、バックネット、粘る。いいよ。さあ粘って打ってけろ。サイドかな、見逃しの三振。ストライクアウト。いやー高さが見えないんだけど、外いっぱい入ったような感じだったかな。やるねー。10球目ミノさんか、アウトローか。さあたけし、いけ。これ緩い変化球から入るかな。さあ見送ってボール。さあ真ん中低めのスローカーブですね。緩い変化球見送りました。ワンボール。2球目、これは空振りか。これも変化球か。だいぶタイミングがね、合ってないようなスイングになってた ね。アウトローのフォークボールを空振りです。3球目バットに当てますが、これはファーストの正面。わあ、ファーストゴロでツーアウト。いた。いやー、なかなか飛びませんな。そして赤羽選手です。赤羽くん、さあなんとかね、一本でもヒット打ちたいとこだけど、あっと外いっぱい入ったか、見逃し、ワンストライク。2球目、これ引っ張った打球は三塁線、切れます、ファール。これでツーストライク、あっという間にツーストライク追い込まれた。いや、いいな、トラテレ。慣れれば、全然、これでも実況できちゃう。本当に教えてくれてありがとうございますだね、本当に。あと、これは若干詰まったあたりですが、ライトフライか。ライトフライで3アウト、ヤクルトスワローズ4回の表ね、3人で終わってもうた。ね、トラテレ教えてくれてありがとうございます、本当に。やりやすい。やっぱ映像見たものがやりやすい。ね、スポナビだけでもできなくはないけどね、ちょっとテンションの上がり方が違うよね、やっぱりね。いやしかし打てないね。
トラテレさんに足向けて寝れないね今夜は本当に。あ、ブーブーさんいらっしゃい、ありがとうございます。さあ次はね、原口選手からですね。ピッチャーは山野くんがそのまままた来ますな。うん、そうね、やっぱりね、阪神の村上選手とね勝負ができるんだからね、経験としては本当にいいね感じでいろいろこう吸収できるよね。来年に向けてね、うん、さあ原口選手が今ね、バッターボックスに入りましたね。選手ね、2019年のあの東京ドームでのオールスターでのね、あのホームランね、見てましたけどね、鳥肌立ったね本当に。あとこれはショートゴロか。さあ2球目を、ショートゴロでワンアウト。そして、今日指名打者の糸原選手です。ね、高めのストレート振っていきましたが、ショート正面。さあ、ワンアウト。ランナーはございません。さあ、1球目高めに外れたかな。見送ってボール。あの、配信予定ある。うん、あの、やりますよ。やります、やります。はい。やりますよ。15日だけお休みしますんで、すみません、ね、あの CS2 日目だけお休みします。さあこれインハイかな、ボール見送ってツボ。アウトハイか。3球目これは左方向ん、これは取ったか、レフトフライか、レフトフライで2アウトです。さあ左方向、ね、逆方向に打ちましてレフト線ギリギリのあたり、ね、浜ちゃんがねランニングキャッチかな、ちょっとねカメラのスイッチつうかあれが早すぎてちょっとよく分かんなかったけどね、レフトフライで2アウトです。ライン際。そして、渡辺選手ですね。3アウト誰打ったんだろうね、ちょっとごめん、あの途中見てなかったんだ、うん、さあ2球目を高く打ち上げてこれはセンターフライで3アウトです。よし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 、そう途中トラテレトラテレトラテレってやってたからね、ちょっと見てみますね、誰が打ったんだろう。ハマちゃんが2本と佐伯くんが1本ですね。3安打のうち2安打がハマちゃん。ね。で、佐伯くんが1本です。はい。あとは、打ってません。そう、15日お休みです。そう、あの、友達のイベントの手伝いに行かなきゃいけない。で山野くんいい感じです、はい、さあ今度5回の表ですね、うちの攻撃は竹岡くんからか。あ、10回までやるんだ、へー、なるほどなるほど。
ありがとうございます。これスカパーで見れないのよ、トラテレなんですよ。俺も知らなくて試合の途中からトラテレ会員登録して、あれどこでやってんだろう、どこでやってんだろうっていうのをちょっと5分10分ぐらいやってやっと見れたから、ね、その間に沢井くんが打ってたらしいね。では行きましょうか。ゴーゴースワローズよろしくお願いいたします。ソーリゴーゴースワローズ、ゴーゴースワローズ、ね、阪神ね、だってもう CS ファイナルステージのためにね、いろいろ調整しなきゃいけないからね、それは本気だよね。うん、レアな、レアでしたか。さあ初球はこれ見逃しかな、ね、ワンストライク。あ、イチさんいらっしゃい。さあ2球目、これはセカンドの正面だ、ね、セカンドゴロでワンアウト。坂下たどり着きましたか、ありがとうございます、ね、ちょっとね、序盤はトラテレに切り替えるためにねバタバタしましたけども結構レアだよね、うん、さあそして北村くんだね、確かヤクルトもねシーズンの前半は結構北村くんが出てたよね。さあバットに当てますがファール、初球はあれかアウトハイ、見送ってボールで、2球目は、右方向に、ね、ファールを打って今ワンボールワンストライクです。3球目、もっと高めの変化球かな、ふわふわっと上がった球は、うん、ライト線のファールフライか、うーん、ファーストフライで、ツーアウト。いや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 、なかなか打てないね。で、ちなみに今、村上頌樹選手、投手、まあ、61球を投げております。そして、うちのね、フェリペ選手ですね。育成選手。ね、さあ初球は見逃し、ワンストライク。ねえ、頼むで。2球目、これは右方向にファールか。あ、ちなみに今日の、ユニフォームは、しもくんです。しも、しんのすけくんです、ね。しもくんってフェニックス来てんのかな、ね、前なんかメンバー発表されてたけどね、もう忘れちゃった。さあ、ツーアウト。ランナーございません。ツーストライク。3球目。投げた。さあ、これはインハイかな？見送ります。ボッ。3桁ナンバーね、結構ね、かっこいいよね、確かにね。なかなかないから。これも外の構えかな、内かな。さあインコース見送ります。4球目、ボッ。志望くん来てないんだ、残念ねえ、残念だな。さあ5球目、バットに当てますが、これも右方向切れてきますね、ファールです。ファールボールにご注意ください。いなかったか。残念。さあ次が6球目。さあフェリペ選手、粘るね。さあインコースの球もカットしてファール。右方向に切れてきます。さあ2-2。そのままですね。
次が7球目となります。投げた。さあこれも右方向にファール。おお、カットするね。いいねいいね。奥側いつ投げる分かりません。分かりません。もう予告先発とかないから。海君さんいらっしゃい。二軍っていう二軍でもないけどね、二軍っていう二軍でもない、さあこれはインハイかな。見送ってポン。さあこれフルカウントです。村上投手はね69球か。さあ9球目も右方向にファール。おー、粘るね。さあ村上投手これで70球となります。さあ次が10球目。投げた。さあこれもおお、ライト線切れる。ファール。粘るなー。すごいね。さあここで打ってけろ。さあ11球目。投げた。おお、バットに当てます。下に転がってファール。粘る。すごいね。調整中とはいえね、この村上投手から、こんなに粘れるとは。あ、今度は左方向にファール。うわー、12球粘るね。しもくん毎年期待してるね。なんだろうね、ちょっとコントロールがいまいちなのかな。さあ外の球、バットの先っちょでちょこんと当てたあたりは、ファールゾーンでのファーストフライでスリーアウト。残念。粘ったんですけどね、前に飛ばなかったか。さあヤクルトなかなかねえ、なかなかですな。あやまさんもいらっしゃい。フェニックスリーグ今配信中でございます。ね、3本中2本はね、ハマちゃんね。で残り1本がね、沢井くんという感じで。さあ山野くんもあれかな、またここも投げる感じだね。フェリペ選手も粘ったんですけれども、ね、打ち取られてしまったとね。でも13球粘ったね。ストレートとフォークボールとカットボールね、投げさせて、ね、粘っての、残念。前にね、飛んでね、くれればいいんだけど、なかなか、捉えきれなかったっていう感じか。さあそしてね、群馬出身長坂選手の打順から。山野くんね、山野くんはフォアボール1個出してますね。はい、山野くんフォアボール1個出してます。さあ長坂選手バッターボックスに入ります。長岡くんね、ってほしいね。なかなか打てないのよ。でもうちもね、結構ね点は取られてるけど、
2安打に抑えてるからね。さあ初球はこれ見逃しのストライクかな。2球目投げた。さあバットに当てますが、あっとこれは三遊間抜かれたか、レフト前。さすが群馬だね、やるね。さあ長坂選手先頭バッターヒットが出ます。さあ高めのストレートをねレフト前に持ってかれたね。そして、熊谷選手です。あ、得点経過ね、ちょっと待ってねさあ一塁に牽制。得点いつ入ったんやろ。あ、糸原選手のタイムリーツーベースですね。はい、糸原選手のタイムリーツーベースです。さあインハイ見送ってボール。さあ2球目高めハーフスイング、これ取ってんのどっちだとね、一塁の審判映さないからな、多分ボールです。さあ2ボールから3球目投げた。さあこれも相当に外れる。さあちょっとランナーが出てからピッチングが高めに全部ね乱れてますな。3球ともあれかな、ストレートかな、高いぞ。あ、3球目はスライダーか。おお、4球目ストライク入りましたね。見逃しです、インコース3ボール1ストライク。いや、こちらこそね、チャッチさんありがとうございます。さあ3ボール1ストライクからの5球目投げた。さあバットに当てますが後ろに飛ばしてファール、これでフルカウント。そうか、阪神2本のヒットでね、タイムリーツーベースか、でかいな。さあダブルアウトカモン。6球目その前に一塁牽制。さあインコースの構えかな、投げた。これはサード正面、セカンドは二塁は諦めて一塁投げて、ワンアウトランナーが二塁となります。ちょっとねゲッツは取れなかったね。さあサードゴロでランナーが二塁です。で一番に戻ります、小野寺選手。懐かしく感じます。さあね、進塁打打たれちゃったよ。さあインコースの変化球は見逃しです、ワンストライク。よしよし。ここは打たしたくないね。さあ緩いカーブから入ります。
ね、見逃し忘れ。2球目インコース、これは大きく外れるか、ね、さあフェルテ選手、ね、よく取った。さあワンボールワンサイク。3球目投げた。さあ高め見逃し、よしよしよし。さあワンボールツーストライク追い込んだ。さあ高めのスライダーを見逃しでワンボールツーストライク追い込んでからの4球目インコースの構え。さあバットに当てます、右方向にファール。さあ抑えてけろさえろ。さあサインが決まった。さあフェリペ選手、うちのキャッチャーはインコースだ。さあ、小野寺選手、ね、ちょっと、ね、後ろに引きながらバットに当ててファールにしてます。さあ左方向に切れてファール。次が6球目、またインコースの構えだね。投げた。これはショート正面、一塁送球、ツーアウト。さあランナーは進塁ですね。さあ6球目打ちましたがショート正面、一塁がアウトになります。さあそして小畑選手、さああともう一個だ、頑張れ。さあ1球目アウト、はい、バットが回ってますね。空振りでワンストライク。よしよし。小畑選手3打席目か、ね、2打数0安打3打席目です。おっとこれ低めにちょっとボールがワンバウンドしたかな。さあフェルペ選手追いかぶさるようにねボールを取りましたね。さあこれでワンボールワンストライク。さあ3球目のこれも変化球か、インコースからのスライダーかなんかかな。さあこれ見逃してワンボールツーストライク。さあ追い込んだ。また外の構えかな、投げた。さあ外、ね、バットの先っちょに当たって後ろに飛んでファール、ちなみに山野君今38球投げております。さあここは踏ん張りどころ。次が5球目。あー抑えろ抑えろ。いやいや真ん中寄りの構えかな。インコースか、うーん入ってないか、見送られてつつ。やや外の構えか、投げた。さあバットの先っちょで当てたあたりは左方向、これはショート岡ちゃんがレフト線際で取りました。レフトフライで、あ違う、ショートフライで3アウト。よし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 、ねえレフト線際ショートフライ、吉尾くんバッター。
さあこれ5回の裏終わった後でまたグラウンド整備とかやるよね。ね、よきよきです。まあこの回でお役目ごめんだろうね。ちょっと飲み物取ってきます。すいません。いやー外いい天気だな、ね、あのクイックチャージを飲んでますね、クイックチャージ2本目。というかあれだね、まずグランド整備中か。お手洗いってきても大丈夫ですね。じゃあちょっとお手洗いってきてもらってみます。よいしょ、ね、カントリーマームでも食べようかな。いやクイックチャージのねあの 絵柄が可愛いよね。本当にアンツバクロンの、ね、カントリーマーム。ちょっとつまむにはいいよね。点取りたいね、確かに。なかなか点取れないね、うん、阪神もあれかな、もうピッチャー変えてくるかな、さすがに。まだ2時か。お、そろそろ始まるかな。さあカメラが動き始めたけども、あ、今水撒いてるね。うん、今グラウンドに水撒いております。奥川くんの登板もありそう。うーん、ねえ、ちょっとわかんないよね。うん、いつどのタイミングで。さあ今ですね、グラウンドに水がまかれてますね。もうちょっと時間かかるかな、うん、トラテレです今日トラテレでやってます。お、お客さん来てるね、ぼちぼちね。うん、いいな。奥川くんね、あの2軍最後の試合ね、
鎌ヶ谷で投げてたね、奥川くんね。ね、そろそろね、阪神もピッチャー変えるでしょ、うん、やっぱ中継ぎとかもね見たいだろうしね、うん、さあ、まだね、グラウンド水撒いてる途中ですので、まだ時間がかかりそうかな。トラテレはスマホでトラテレって入力すると出てきます。だからネット配信だよね。インターネット配信です。パソコンでも見れるし。あ、そっか。俺ノートパソコンで見ればよかったのか。次回ノートパソコンで見よう。もう今日はしょうがないけど、監督は池山さんじゃないので、高津監督も見に行っているんだ、なかったっけ。なんかフェニックスリーグ見に行ってるとか言って。ああ、島さんね、うん、頑張ってもらいたいね。さあ、始まりますね。今阪神の選手たちが、今ねグラウンドに守備にね入りましたね。では行きましょう。ゴーゴースワローズよろしくお願いいたします。カメラの角度を早く変えてほしいけどなずっと客席、あ、映った、あ、変わった。では行きましょう。ゴーゴースワローズ、ソーレゴーゴースワローズ、ゴーゴースワローズってことは携帯2台ないと、いや、ああ、そっか、そうだね、携帯かパソコンどっちか1個ずつないとね、携帯2台でもいいしパソコン2台でもいいしね、うん、このトラテレはあれか、バックグラウンド再生は対応していないか。さあ、今14番岩貞投手が出てきましたね。ピッチャー、阪神ピッチャー岩貞投手出てきましたね。パソコンとスマホ同時視聴できるんですか？あ、ブブさんありがとうございます。なんかあ、U の字が違うか、 U の字が違う。ファン感謝でいきます。はい、ただね、当たるといいねってやつで当たるといいねって。さあ、マルンティンからです。皆さんよろしくお願いいたします。まあ、どっか当たるでしょう。うん、わーっと、初球は見逃しばんそれか。さあ、アウトサイドのストレート見逃し。さあ、2球目、これは外、見送ります。ワンボールワンサイク。
さあこれは外の球引っ掛けたあたりはセカンドゴロでツーワンアウトか。マルンティンセカンドゴロです。いやさあそして岡ちゃん長岡くんです。さあ初球から振ってきますが、ファーストゴロ、ボテボテのあたりのファーストゴロでツーアウト。早いなー、いやーあっという間にツーアウト。ね、インハイのストレート、ね、ファーストゴロでツーアウトです。そして今日2安打打っているね、ハマちゃんです。さあ初球、変化球見逃しワンストライク。さあ2球目バットをね、振っていきますが空振り。さあこれツーストライク追い込まれた。さあ、ツーアウトランナーございません。ツーストライクからの3球目投げた、インサイド、おお、これは見送ったか。よしよしよし。さあ内に外れてワンボールツーストライクね。10回までね、こんなやだよね本当に。4球目投げた、あーっと外高めかな、空振りの三振ストライクアウト。どえー、今日当たってるハマちゃんもストライクアウトか。外のスライダーか、じゃねー。さあそして、次はね森下選手からですね。ありゃまあだね本当に。さすがいいピッチャー出てくるね。あ、これ10回も可能ですよ。はい、全然12回までいきます。13回、14回、15回、16回、17回、17回もできるね。すごいな。お、山野くんこのまま投げるか。ね、すごいよね。昔の甲子園。さあ森下選手打席に入ります。さあ1球目投げた。さあこれ外かな、外の変化球見逃しワンストライク。よしよし。さあ森下選手今日は、2打席ね出塁してるね。1打席目はセンター前かな。で2打席目がね、フォアボールで出塁。さあ3回目の打席です。
さあ今外高めに外れて2ボール1サイクか。ちょっとボールが高いね。さあ4球目もこれはもう外れてるか。さあ5球目、さあバットに当てます、逆方向ファール。さあこれでフルカウント。さあ6球目、投げた。おっとこれもファールか、ね、外の球バットに当てて後ろに飛ばしてファールです。山野くんちなみに今46球投げてますね。ファーボールは1回出してますね。ね、長い試合になっちゃうね。さあインコースかな、投げた。さあインハイ、わーっとファーボールかー。さあ今日2つ目のファーボールね、ちょっと森下選手にねインコース攻めるんですけれどもね、なかなかこううまい具合にいかないね。さあそして三重選手、三重ちゃん、頑張れ4番ってねさあ三重ちゃん頑張れってね言われてるね。さあ真ん中高め、見逃しワンストライク。さあ2球目、投げた、インコース。これはバットに当てるが左方向。おお、これはヒット、あ、ヒットじゃないか、これはファールか。ファールだね。あぶねー、レフト線切れましたね。ファール。カメラが1個しかないからね、よくわかんないんだよなこれ。あぶねー、あれーヒットだったらちょっとツーベースぐらいなってたかな。さあ踏ん張りどころ、あー抑えてけろ。さあ2ストライク3球目、これはボテボテの当たりがショート、どうだ、ゲッツーになるか、ダブルプレー、643のダブルプレー、ナイス。ねえ、ちょっとボテボテのショートゴロでしたね。え、あらまーってね。そうそう、よいしょ。ねえ、みえちゃん残念。さあアウト、はい、見送ってボッ。さあバッターは原口選手、今日はファーボール1個にショートゴロ。さあ3回目の打席、ノイジーも好きよノイジーも好き俺さあ外2球見送られて、3球目がこれです、あれかストライクか。さあ4球目、ピッチャーの正面、ピッチャーゴロで一塁送球、スリーアウト。山野くんよく頑張った、よし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 、ね、ランナーをねファーボール出しながらもまあなんとかね抑えましたね。ねえ、わざわざね異国の地からね出稼ぎに来てるからね、本当に頑張ってもらいたいよね。どこの球団のね
助っ人外国人でも、うん、特にやっぱりねああやって愛嬌のいいね外国人選手はねやっぱ好かれるよね日本人には、うん、あラッキーセブンだ。さあ皆さんラッキーセブンですラッキーセブンです。では東京運動いきましょう。全然鳴ってないけどね。さあピッチャー変わったね。ピッチャーがこれ47番の選手です、ね。桐敷投手ですか。でファーストもなんか変わったとかなんか言ってなんかなんか守備変わったかな阪神。ちょっと桐敷選手の名前がちょっとまあ分かんないさあ、沢井くんからですね。で、ゴーゴースワローズよろしくお願いします。ソーレ、ゴーゴースワローズ。ゴーゴースワローズ。さあ、初球は見逃しワンストライク。桐敷拓磨選手か。タクの字が違うね。あ、合ってるか。さあ2球目はこれ振っちゃったのかな。スイングかな。空振りで2ストライクか。あ、1さん行ってらっしゃい。お仕事行ってらっしゃい。こちらこそありがとうございます。さあ阪神もだいぶ守備が変わってますね。さあ3球目ちょっとこれを見て投げた。バットに当てますがこれはセカンドの正面、一塁に送球セカンドゴロでワンアウト。ファーストが渡辺選手になってるのか。さあ初球は見送ってボール。で糸原選手で渡辺亮選手が1、島田選手はどこ入ったの。4番か。さあ2球目見逃し、あ入ってんのか。2つ今2ストライクですね。すいません。ちょっと三重ちゃんが変わってこんな感じか。まあね、守備が変わりました。さあバッター宮本武史。さあ3球目見送ってボール。ワンボールツーストライク。さあワンアウトランナーはございません。4球目投げた。さあバットに当てます。おっとサード飛びついて一塁へ。だ
サード変わったばかりの遠藤選手かな、ね、えダイビングキャッチ、ね、横飛びして一塁に送球だね、うん、見事な守備だね。4年目の選手か、これはファインプレーだ。さあ2アウト、さあ赤羽君打ってくれ。さあ初球見逃しワンストライク、うーんなかなか打てないな。しかしさあ2球目投げた、インコース、インコースズバズバくるな、これは見送っております。ワンボールワンストライク。さあヤクルト序盤に3本打ったけどね、中盤から全く打てなくなっちゃったな。3球目、さあバットに当てますが後ろに転がってファール。さあワンボールツーストライク、追い込まれた。いやー桐敷選手打てないね。いやー茜君も頑張んないとね。さあ4球目、インコース見送ります。ほら同じ長野から来た松井選手もね戦力外になっちゃったからね確か。初めて見ます島田選手4番、まあ、このフェニックスリーグならでは。あーっとこれはストレートかな、空振りの三振、ストライクアウト、あー手も足も出んか。フォークボールか。あでも結構ねえ速そうに見えたね、フォークボール鋭く落ちるんかな。ちょっとカメラの角度がねいつもと違うからどの程度落ちたかわかんないけどね。さあ阪神ね、三重瀬選手が下がって、島田選手が入って、で原口選手が下がってね、でファーストに渡辺選手が入って、でサードに遠藤選手が入っております。でピッチャーもね桐敷選手に変わってと。うちピッチャー変えないね。うちピッチャー変えないな。山野くんそろそろかなと思ったけどね。ガンガン行きますの。そして糸原選手からか。そうまだ投げるね。ちょっと飲み物取ってきます。さあ伊藤、ん？さあ渡辺選手からか。ん？違うか。代打井上選手か。糸原選手のところ代打ですね。井上選手ですね。さあ2球目をこれバツンと打ちましたが、あーこれはレフトフェンスオーバーのソロホームラン。
はい。いやいきなり打たれましたな。うん、代打でホームランかい。えぐいね。おっと、次の渡辺選手も、うわー、連続ホームラン。いやー、連続ホームランかー。いやあ、ねえ、二本いきなり打たれたね。そして長坂選手。いやー、やられたなー。いきなりだね。インハイ打たれたね。アウトハイ見送ってボール。いやー、まいった。さあ2球目カットボール空振りで、で3球目、ボール見送って2ボール1ストライク。次は4球目です。正明さん、いらっしゃい。これフェニックスリーグです。はい。さあ4球目、これは空振り筒。あ、ジャイアンツの時ね。うーん、懐かしいっす今もすごいんだけどな。ちょっと阪神のね、ちょっと攻撃力がすごすぎる、ね。さあフルカウント、6球目、投げた。うわーっと、これも捉えられた感じかな。どうだ、左中間フェンス直撃か。あー、ツーベースヒットか。このイニング打つな。3打席か。3連続ヒット。さあセカンドランナー変わりますね。さすが長坂選手、群馬。さあこれはダイソーが上田選手ですね。ダイソー上田選手です。長坂選手のところでダイソー。さあ送りか。うわー、これはどうだ。サードはセーフ。どえーフィルダースチョイスか。まあいったな。バンやられたな。アウト1個も取れねんか。さあキャッチャーの前に転がったボールだね。で、あのフェリペ選手サードに投げましたがセーフ。うわー、これはきついね。さあそして1番にね戻りますな。
いやー、マジか。2本ホームラン打たれた後にツーベース、そして送りバントで、しかもそれが、ね、フィールダーズチョイス、これヒットじゃないからいいか、大ピンチだ。スワローズピンチ。さあ抑えろ。さすがにまずいね。さあ抑えろ抑えろ。さあ真ん中高め見逃し、ワンストライク。さあ山野くん今65球を投げております。どうだ、これは右中間がセンター前か。いやまた取られた、打たれたか。小野寺選手のタイムリー。さあここでピッチャー交代か。いやー急に打たれたね。ピッチャー交代しないのかな。しない、しないな、ピッチャー交代しないな、しないのか。まあこれも考えがあってのことか。さあピンチだ、抑えろ。さあ初球は見逃しバンサー行く。まあ何かの意図があるんだろうね、来年に向けてのね。どうなんでしょう。まあ経験、まあね、うん、リーグ戦じゃないからね。さあ打ち上げた球はこれはショート、ショートフライでワンアウト。さあやっとアウトが1個。うん、まあ教育だよね。うん、やっぱこういうのを乗り越えないとってことだよね。ずっとね投げれてなかったからね、2年ぐらいね。だから体力的な部分も含めてね、投げれないとダメだってことだよね。あ、ジェックさんいらっしゃい。トラテレで見てるとヤクルトは、いや別にでも、ね、トラテレってね、あの阪神ファン以外見ちゃいけないとかないしね見れるとこがあったら野球どこでも見るからね。ヤクルトファンである前にね、プロ野球ファンですから、ね。はい、おー、これはどうだ、右方向だー、持ってかれたー、スリーランをホームラン、マジかー、ひゃー、
やれ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 。いやー、森下くんすごいね。森下選手ガツンいったね。右方向。やれやれ、もう点差がえぐいことになってきた。さあ、4番の島田選手ですね。ミエセス選手の交代でね、初打席か今日。さあ、2球ボールで3球目もボールか。3ボール。大炎上だね、この回。外に外れてファーボール。いやー、急激に崩れたな。まあ、それ、まあ、前からちょこっとね、ストレートが高かったけどね。さあ、そして遠藤選手です。まあまあ、ね、課題を浮き彫りにして、ね、この秋からしっかり体作って、ね、しっかり投げれるようにね、来年ね、頑張ってもらいたい。はい、ゆうちゃんさんいらっしゃい。さあ、初球は空振り、ワンストライク。さあ、2球目もね、これストライク取っております。さあ、見逃しのツーストライクから3球目、バットに当てますが一塁線転がって切れてファール。あ、マーサポンさんお久しぶりです、いらっしゃい。ね、頑張ってほしいよね。さあ、ツーストライクからの3球目はファールで、4球目アウトコースの構えだ。ねえ、だこれはショート正面、セカンド、よし、643のダブルプレー。なんとか終わった。なんとか終わったけども、ちょっとこの6失点はね、ちょっと山野くんの勉強代、ね、いい勉強代になったんじゃないかな。だいぶ、高くついたお勉強代だね、これね。ね、体力ね、つけないとね。しばらくね、やっぱ試合から離れてたしね、ずっとリハビリだっけね、ずっとやってたよね。まだまだっていうとこだね。そう、お勉強です、お勉強。宿題がどんどん山積みにそう、宿題が出てきた。さあ、阪神、54番の選手ですね。阪神54番の選手、ピッチャー出てきました。誰だ。
54番誰ですか。梶谷投手か。さあアウトコース見送ってボン。さあバッターは竹岡君だね。うん？これはデッドボール。さあ2球目がこれデッドボールになったのかな。あーストレートがこれ足かなんかに当たったみたいですね。さあ変わったばっかりのね梶谷選手、竹岡くんの多分足だと思うんですけどもね、デッドボール。ノーアウトでは中で、まあ、そして北村くんです。さあ初球はファールか。三塁線転がって切れます。ファール。でキャッチャーも変わってるね。栄田選手か。2球目、詰まった当たりは打ち上げた。キャッチャー取れないか。危ない。ファールです。上田選手で、で上田選手がセカンド。こんな感じか。さあ今ツーストライク。さあ外の構えかな。3球目。さあ外外れますね。見送ってワンボールツーストライク。あーここさんいらっしゃい。さあ高めかな。バットに当てますが右方向に切れてファール。北村君なんとかね、やっぱ1点は返さんとな。そろそろ1点は返さんとな。ちょっとね、あーバットに当てるがこれはサードゴロで危ない。ギャーッ、ちょセカンドが交錯したね。竹岡君と上田選手が交錯して大丈夫かな。大丈夫そうですね。これはファーストはセーフか。危ない、ね、ゲッツーにならなくてよかった。サードゴロでセカンドがアウト、ファーストはセーフです。で竹岡くんとちょっと上田選手がねちょっとねあのぶつかる場面みたいなのがありましたけどね、重なる場面がありましたけども大丈夫そうです。さあワンアウトランナーが一塁。バッターはフェリペ選手。さあ初球は見逃しバンサーいくかね。セカンド危なかったね。そうランナー入れ替わりです。さあ2球目見送ります。ワンボールワンストライク、ね、特に阪神はねもう CS があるからね、誰一人やっぱ怪我人出したくないとこだよね。
さあ、ワンボール、ワンストライク、3球目。おっと、一塁に牽制。さあ、ワンアウトランナー一塁です。もう一回牽制、やっと刺された。マジでギョイ、牽制アウトかい、ドイあいやー、ランナーがいなくなってもうた。いやー、まいったな。北村くん刺されるか。おっと、フェリペ選手、レフト前ヒット。なんだかな。なんか噛み合ってないな。噛み合ってないな。ねえ、みんな一塁に出てはアウトになり、一塁に出てはアウトになりって感じ。さあ、そしてマルティン、ねえ、群馬魂見したれ、ねえ、1個ぐらい打て。長坂選手、今日確かマルチだったよね、長坂選手はね。ヤクルトの群馬も打て。トラテにアプリありますよ。スマホでも見れます。はい。660円払えば。さあ、2球目空振りか。パソコンでも見れます。もうありがたいよ。本当に。トラテで660円。破格だよね、本当に。今時。さあ、カーブにね、振らされて、ツーストライク追い込まれた。3球目、1本ぐらい打ってくれよ。どうだ、おー、見送ったか。さあ、ワンボール、ツーストライク。いや、ほんと、チグハグだね。はい、水野さん、お帰りなさい。さあ、ワンボール、ツーストライク。4球目。さあ、インコース投げた。バットに当てる。これはレフト。レフト前ヒットか。マルティン、レフト前ヒット。ナイス。よし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 。ナイス群馬、ね、え、そして岡ちゃんか。頼むぞ、スワローズチャンス。どれだ、スワローズチャンス、これだ。頼むぞ。あ、群馬エフェクトね、ちょっと探し出せなかった。群馬エフェクトがね、ちょっとね、画面がちっちゃくてね、ちょっと次回挑戦しておきます。トラテレをね、ノートパソコンで見れるようにしておきますんで。さあ、2球目アウト、はい、見送ってツボ。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫。気にしないで。さあ、岡ちゃん、1点でも返せ。さあ、外にね、フォークボール2球外れて2ボール。さあ、サインが決まった。
3球目投げた。バットに当てますが一塁線転がって切れますファウル。では行きましょうか皆さん、お母ちゃんにエンパワーを、みんなのエンパワーを分けてきろ。背中は欲しい。いやー頼む。あ、水野さん行ってらっしゃい。ありがとうね、忙しい中。さあサインが決まった。2ボール1ストライク、4球目外の構えだね。投げた。バットに当てますがファル。よっしゃ、もう行きましょうか、わっしょいわっしょい行こうか。わっしょいわっしょい盛り上げていこう。逆方向にファール。トラテレね、そうそう、実況ないからね、うん、あるの。シュッ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 。さあ、おかちゃん、つつ、次が6球目。アウトサイド、よしよしよし、見送った、フルカウント。フルカウント。あー、ここは一緒だ。さあフルカウント。投げた。よし、これはライト前、ライト前で帰ってきた。タイムリー、お母ちゃんのタイムリーです。ヤクルト1点返した。よいしょ。ナイス。やっと行って、やっと行ってんだ。やっと行ってんだ。いよいよ、ね、このままやられっぱなしでね、終わんないだけ全然いい。さあ小さな1点だがね、待ちに待ってた1点でもある。さあまだまだ続きます。頼むぞ。さあバッターは浜ちゃんだ。さあ初球は外、見送ってボール。これか、見逃しか。打ったれ打ったれ。もう1点いくでしょ、もう1点ぐらい。ツーボールワンストライク、4球目。サインが決まった。投げた。
るか見逃しつつ、さあインハイのスライドを見逃しての次が5球目投げた。おっとインコース、ハマちゃんくの字で避ける、フルカント、さあフルカントだ。さあ季節はもうすっかり秋ですけども、まだまだね、わっしょいわっしょいよ。外、おお、これはファーボールか。よしよしよし、ファーボール。さあ満塁となったよ。激アツポイント。さあ、ツーアウトで満塁。ねえ。激アツだ。激アツだ。ここで沢井くんだよ。では、ねえ、また行きましょう。わっしょいわっしょい行きましょう。そして、エンパワーを。みんなのエンパワーを沢井くんへ。打ってきろやつだ。さあこれは高めかな、変化球見逃しワンストライク。さあ初球はカーブから入ります、見逃しワンストライク。2球目投げた。さあ外外れます、ボン。仮にグラスラだと2点差になるのか、あ、違う、そっか、そうだよ、4点だ、2点差になる。その可能性は十分にある、さあ外見送って2ボール1ストライク。2ボール1ストライク、4球目バットに当てる、どうだ、これは右中間、あっと、あー、ライトフライか、残念、ライトフライで1点止まりの3アウトが、いやー惜しかったね、もうちょっと欲しかったけどね、まあ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 、ね、しゃあなしと、危なかったね。ねえ、ちょっとね、梶谷投手に関してはね、ちょっと CS どうかなっていうね、なんかな雰囲気になっちゃったよね。いやー、うちとしてはな、ここでね、ちょっと一気に迫りたかったけどね。ね、点差以上の盛り上がりはあったからね、面白かった面白かった。おーっと、山野くんまた投げるか、
これはあれだね、完全に試練だね、彼のね。うん、あ、つばちゃんさんいらっしゃい。次阪神は、ね、ソロホームラン打った井上選手から、うん、まあ山野くんあれだからね、先発ピッチャー候補だからね、本当にある程度やっぱね球数投げないとね、うーんっていうとこなのかな。うーん、さあ井上選手打席に入ります。さあ緩い変化球が入ります。見逃しワンストライク。2球目投げた。さあ2球目、これも変化球ですね。空振りでツーストライク。さあ追い込んだ。3球目投げた。さあバットに当てますが、これは三塁線転がって切ったかな。ファル。タイガース右リリーフA の少ないなと。ブルワにポジション取られちゃう。さあ4球目投げた。さあアウト、はい、見送るか。さあワンボールツーストライク、ね、切り替えてサクッといけるかの試練。うん、これはどうだ。右中間センターが、あ、ライトが取ったか。ライトフライでワンアウト。ちょっともうカメラワークがね、もうセンター寄りだったけどね、ライトが右の方取ってたね。なんかさあ井上選手はライトフライです。そしてね、先ほどまたねホームラン打ってます渡辺選手です。1球目、これは入ってないか。見送ります。ボン。2球目見逃し。ワンボールワンストライク。3球目、投げた。さあこれも高めの変化球かな。さあ見逃しです。みんな高めに見えるけどな、そんなに高くないだろうな。さあワンボールツーストライク、ね、取られたら取り返そう。4球目見送るか。さあツーツー平行カウント。5球目投げた。さあ外に外れる。フルカウント。さあ山野くん今88か、88球投げてるね。これも外に外れてファーボール。いやファーボール出しちゃうか。追い込んでから出しちゃうね。やっぱ体力的なものなのかね。まあ100球いかせるんだろうね。さあ今ねバントの構えはしてないですね。ヒッティング、あーっとこれ初球を左方向レフト前、いや一気にファーストのランナーがスリーベースまでか。どえー、
ねえ、ファーボールで出したランナーが一気に三塁まで行ってもうた。さあ、そして坂井田選手ですね、途中交代、守備交代からかな。さあ、ピンチだ。抑えてけろね。え、さあしっかり抑えるんじゃ。さあ初球はこれはスライダーかな、見逃しワンストライク。さあ変化球から入ります。バッティングいいんすか。このね、栄の文字もね、なかなか珍しいよね。さあ2球目はこれは三塁線転がって切れてファール。シーズンの成績が3割3分3で言ってんだね。はい、つばちゃんさんいらっしゃい。さあ、ツーストライク追い込んだ。こっからよね。さあ、3球目。外の構えかな。さあ、これ右方向に打った。どうだ？ライト追いつけるかな？切れるか。ファール。さあ、ツーストライク追い込んでからよの、うん、ね、犠牲フライでもね十分だもんね、この場面。さあ、ワンアウトランナーが一三塁。どうだ、これは左方向だ。ファールか。ほえー、4球目のインサイドのスライダーをね、ファールですね、左方向。さあ次が5球目、投げた。今度は右方向にファール。粘るな。ツーストライクからの次は6球目、投げた。三塁線転がって切れるファール。あ、休憩お疲れ様。リアさん休憩お疲れ様。さあ、ツーストライク、次7球目。またインハイかな。これも逆方向にファール。うわー、粘るなー。ネバネバだね、ネバネバナット。さあ、念じよう。8球目投げた。どうだ、これはレフト
レフト前。あー、レフト前かー。タイムリーかー。いやー、打たれた。取り返された。さあ山野くん、ここで交代か。いやー、8回、うーん、吉田くーんですか。久しぶりに見たな。さあピッチャー交代でね、久々の吉田くんだね。いやー、ちょっとね、山野くん本当あれだな、この秋ね、体力作り、ね、頑張ってほしいね。うん、他にも課題ねあるだろうけど。さあ投球練習が終わったところで、さあ小野寺選手打席に入ります。さあ、ワンアウトでランナーが二塁一塁だね。バテバテって感じではわかんない。うん、あのこの表情がこうパンって大きく映される感じもないし、なんとなくどうなんだろうね。まあもう100球投げてるからねって感じだよ。そう、選手の表情がね大きく映し出されることがないからね、わかんないんですよそういうのが。さあ、にこれはピッチャーゴロでダブルプレー。ピッチャーゴロでゲッツーです。ナイス。カメラ1個しかないの、あのバックネットの斜め左上からこう映してるやつをこう移動しながらやりくりしてる感じで、特になんかこう、ね、選手が大きく映出されるっていうところもないしね。そう、なかなかね、うん、あの新鮮でもやってくれるのがありがたいよな、トラテレ。本当にありがたい。スカパやってくんないんだもんねこれ。さあヤクルトねえ、9回の表、竹水からか。さあピッチャー37番、ね、左のピッチャー出てきたね。及川選手か。さあ、及川選手。
ね、スカパーね、ソフトバンクとジャイアンツしかやってないよね。そうなんですよ、意外とやってないっていう。さあ、では5号スワローズでいきましょうね。とにかく1点、また1点取ろうね。それゴンゴンスワローズ、何回こと起これ、ゴンゴンスワローズ。さあ、竹水が今ね、座席に入りますね。さあ、初球投げた、外、見送ります、ボール。さあ、宮本武史、今日はね、3打数0安打4打席目です。2球目、空振りか。サバボールはストライク。サバボールワンストライク。3球目、投げた、これは外、入ってるか、見逃し、ワンボールツーストライク。さあ、追い込まれた。いやー、なんとか先頭出てくんねえかな、ね。さあ、大川投手、ちょっとね、指にまたロジンをつけて、さあ、サインが決まった。4球目、投げた。さあ、これは高め、見送ります。筒、ね、投げる前にためがあるんで、だいぶね。2-2、5球目、投げた。あっと、打ち上げた。これは右方向、どうだ。あーっと、センターランニングキャッチか。小野寺選手ランニングキャッチでワンアウトか。惜しいね。もう一伸びすればね、ホームランだったかなっていうような感じの当たりかな。ねえ、ランニングキャッチだね。ファインプレーだねえ。取られちゃいました。さあ、バッターね、赤羽くんですね。飲むぞ。さあ、初球は高めかな、見送ってボール。さあ、赤羽くんも3打数0安打の4打席目。なんとかね、ワンヒット欲しいね。2球目、投げた。これはインコースか。見送ります。ボン。さあ、ツーボ。3球目、投げた。さあ、これはどうだ。引っ張った打球はレフト方向、切れるか、ファールか。さあ、ツーボールワンストライク。いやー、頼む、打ってけろね、頼むで。しかし、4球目、投げた。さあ、これも見送るか。よしよし、スリーボールワンストライク。いいぞ。知らんけど知らんけど。さあ、これも引っ張った打球は、切れるか、レフト線切れてファールです。さあ、これでフルカウント。
なんとかね、もう1点ぐらいはな取ってほしいね。お、レオ&ライノさんいらっしゃい。6球目投げた。あーっと、これはサードゴロかな。どうだ、でーサードゴロでツーアウト。6球目、バットに当てましたがサードゴロか。さあ、そして竹岡くんです。もうツーアウトか。さあ外の構えかな。さあインコースに行った、見送ります、ボール。さあもうあっという間にツーアウト、ね、でも野球はツーアウトからなんとか。ここから2球目、見逃しか。さあワンボールワンサイ。竹岡くん頑張れ。3球目、さあバット止めています、見送ってツーボールワンサイ。ね、タピオカくん、ねさあサインが決まった4球目、投げた。あーっと、空振りか。バットに当たらず、ツーツー、追い込まれた。いやー、なかなか打てんの。しかしさあ5球目、アウトロー、投げた。バットに当てますが、これは一塁線切れてファール。6安打1点か、寂しいね。10安打8点えぐいね。さあ2-2、6球目、外の構えか、投げた。おお、見送った。さあこれでフルカウント。いよいよファーボールでもいい、でててんててて、たけおか、でててんててて、たけおか。7球目投げた。とこれはまたボテボテの当たりは、これはフェア、ファール。ん？一塁線に転がったあたり、及川選手と、及川選手がね、取って、竹岡君にタッチしようとしたんだけど、ボールをこぼしてセーフか。よしよしよし、ナイスナイスナイス。そして北村くんです。これはいただいたチャンスだね。ボテボテの一塁線のね、ゴロだったんだけど、ちょっとボールが取りきれなかったってやつだね。交錯して、あと2球目打ち上げた。これはどうだ、センターかな、ライトかな。ライト、あー、ライトフライかー。にゃんぱらり、にゃんぱらり、残念。いやー、あれワンエラーがついてんだね。こっちが間違えてんのかな。
松本直樹選手が入ったかな。9番に松本直樹選手が入ったっぽいね。さあピッチャーは吉田君そのままか。得した気分ね、10回まであるし。あ、これなら CS いけますか。記録はヒット。じゃあこれはこうなるのか。あ、リアさんありがとう。バイト頑張ってね、頑張ってね、ありがとうございます。さあ試合再開。バッターは小野寺選手からかな。あ、小畑選手からか。さあ初球は見送って、2球目がこれはセカンドゴロ、2球目セカンドゴロでワンアウトです。そして森下選手、はい、リアさん頑張ってね、バイト頑張ってね。さあ初球は見逃しかな、ワンストライク。ナイススパンジマークでありがとうございます。10回で終了、今日10回で終了だし。2球目打ち上げた。さあこれは右方向ですね、センターかライトか、ライトですね、ライトフライでツーアウト。そして、4番の島田選手です。いけ4番。そう、10回で終わりですね今日ね。さあ今ツーボール、低めのストレートと高めかな、見送って今ツーボールです。さあ吉田君頑張れ。3球目投げた。おっとこれはどうだ、右方向切れるかな。さあ右方向切れましたね、ファール。さあ2アウト、ランナーはございません。3球目投げた。外低めかな、見送られたか、スリーボールワンストライク。さあ5球目、これはまた右方向ファールです。さあこれでフルカウント。お、巨人勝ったんだ、韓国選抜に。
フルカウント6球目投げた。さあこれはバットの先にちょこんと当てた球はサードゴロ、一塁送球スリーアウト。よしよしよし、なんとか、ね、0点で抑えた、うん、はい、菅原さんもいらっしゃい。さあ、10回の表ですね。ピッチャー変わるね。さあ、69番、西、純也投手かな、石井投手か、西じゃなくて石井か。石井大地投手か。さあ最後のね、でもまあおかげでね、こうやって長く試合が見れるからありがたいことで、うん、ではゴーゴースワローズよろしくお願いいたします。そうでゴーゴースワローズ、初球は見逃しワンストライク。さあヤクルトバッターはね、守備交代から入った松本直樹選手からです。昨日の雨でも寒かったね、本当に。さあワンボールワンストライク、3球目投げた。裏までね、うん、やるみたいね。いや、たっぷり見れていいじゃんね。さあ4球目投げた。さあバットに当てますが右方向にファール。さあこれでツーツー。5球目、サインが決まった。インコース寄りかな、投げた。さあこれは逆球になったっぽいけどね、ファールか。ヤクルト頑張れ、ありがとうございます。インコース6球目投げた。おっとこれは左方向、あー伸びないか、センターフライでワンアウト。ね、湯浅選手情報ね、ありがとうございます。松本直樹選手センターフライ、
さあ、そしてまた1番に戻ります、マルティン。さあ初球から振ってくる空振り。さあマルティン、先ほどねレフト方向にヒットをね前の打席打ってますね。頼むよ。さあ5打席目、もう1本くらい打ちたいな。これも左方向、あー打ち上げたか、レフトフライ。あ、訂正されてますね。本当だ。もしかしたらさっきのあの及川選手がボールをこね一塁線でこぼしたのがあれがエラーになったのかな、もしかすると。さあそして岡ちゃんですね、今日唯一タイムリーを放っております。さあアウトサイドにね進化、見送って2球目もねこれ外の球見送ってツーボ。3球目投げた、バットを止めましたが、ストライク取られてるか。さあツーボールワンサイド、多分あのあそこじゃないですかね、もしかすると。はい、円月さんいらっしゃい。さあバットに当てますが左方向に切れます、ファール。これで筒、エミフル様いらっしゃいね。1点は返したいね。でももう2アウトね、もうツーツーで追い込まれてる。あー打ち上げた、これはセンターフライか、センターフライで残念。さあ、あと残すはね10回の裏のみでございます。いやーもうこれで負けがね確定しましたけども、そのままね続く感じでございます。いや残念。長谷川、長谷中っすか。おお、じゃあ見るのも久しぶりだな。今年の一軍のヤクルトを見てるような試合、どうだろうね。そんな感じはないけどな。もう全く別物で見てるけどね。本当に。長谷中ね、そろそろ長谷中もね活躍せんとな、来年あたりね。まあなん、まあでも投げれるようになってよかったんでだよね、本当。さあ初球は
ゴスワンバンド、ね、コントロールがね良くなればな。さあ2球目投げた。さあバットに当てますが右方向、切れてファール。あ、そうそう、バッターは豊田選手に変わってるわ。そう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 、とこれは三塁線切れてファール。バッターがですね、これ遠藤選手のところで、代打だね。空振りの三振か。空振りの三振でストライクアウト。さあ4球目のチェンジアップですね、真ん中低めのチェンジアップで空振り三振のストライクアウトです。で今度は井上選手ですね、井上選手の打席。さあサインが決まった。初球あっとピッチャー返し抜けてセンター前か。うん、バッターが中村優斗選手になってるね。もうなんかもう、中川、中川、さあさあ最後の最後でちょい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 変わってきたね。うん、こうなってこうなってこうなっての、で次ね渡辺選手のはず。さあ初球は見逃しワンストライク。そう、10回までです。10回まで。さあ2球目、投げた。さあインコース、おー入ってるね、見逃し。さあこれで2ストライク。クロスファイヤーが決まった。インコースのストレート。さあ3球目、一塁へ牽制。さあワンアウトランナーが一塁、2ストライクからの3球目、投げた。さあ外、見送られるか。ワンボールツーストライク。さあワンボールツーストライク。次4球目、さあインコースかな、投げた。さあインコース、あーっとこれは入ってないか。結構厳しい、いいとこ行ったんだけどね。さあ見送られてつつ、そう裏もやるんです。はい、
さあ2-2からの5球目。投げた。さあバットに当てますが、これはおっとサード取った、セカンドアウト、一塁もアウト、サードゴロでゲッツー、ナイス。ですが、ね、ここで試合終了。試合終了だよね。これで、そうだよね、これで試合終了だよね。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、サードゴロゲッツーで、ね、試合終了。なんかいつもと違う感じ。この辺はね。うん。そう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 。いつもと違う感じで終了でございます。お疲れ様でした。いやーでもトラテレには助かったね、本当に。楽しく、あ、終了した、トラテレライブ終了しましたね。もういきなりブツッと切られたね、何の余韻もなくぶっつり切られました。いやー皆さんお疲れ様でした、ありがとうございます。いやー楽しかった。負けたけどね、いや楽しかったわ、さすがフェニックスリーグ、ね、まあいろいろ見れてよかったんじゃないですかね。あ、この曲ね、まあ寂しいけどね、まあ、一応約束ということで、次回なんですけども、ヤクルトは10日後だよね、今度ヤクルト阪神戦になるんだって。あ、違う、また阪神ヤクルト戦か、またサイトでやりますね、20日、フェニックスリーグまた20日で、でクライマックスは14日からですよね、14日の土曜日から、マツダスタジアム13時からですね。うん、そこでまた皆さんとお会いしましょう。うん、ね、とりあえず14日で皆さんよろしくお願いします。15日はお休みしますけども、ね。14日でよろしくお願いいたします。いやー、ちょっと面白かったなー。で、負けたけどね、楽しかった。とりあえず14日、マツダスタジアム、広島とベイスターズ、DeNA、どっちが勝つか、楽しみだね。いやー、どっちかなー。ちょっと、皆さんにアンケート取ろうか。ね、どっちが勝つか、CS どっちが勝ち抜けるか、CS どっちが勝つ？
広島ベイスターズで、ファイナルステージはね、阪神が待ってるんで、さあどっちが勝つかな知らんがなもね、ありますから、ね、どっちでもいいわみたいな。どっちが勝ってもね、今の阪神強いからね。まあどこまで状態を上げられるかだよね、この CS までの間にね。さあどうでしょう、さあどうでしょう。今ね83票入っております。で、見ていただいている方が361人見ていただいてます。ありがとうございます。もしよかったらね、ちょっとご投票にご協力していただいて、まあ入れたからって別にね、何があるわけじゃないんですけども、ね、あとグッドボタンだもんね、もうよろしくお願いします。すいません、またフェニックスリーグは20日にやりますんで、ね、結構接戦だね。うん、42%、 まあホームの強みもあるだろうしね。で、知らんがなも結構なベイスターズに勢い迫るぐらいのね、結構知らんがなも強いですな。110票ありがとうございます。あ、高評価ボタンもね、ありがとうございます。痛み入ります本当に。今広島が 42%、 DeNA が 30%、 シランガナが 29%。 さあDeNA がシランガナにまくられてしまうかもしれないあ、並んだ。知らんがながベースター DNA に並んだわ。うわー面白いなー。あー、まくられたすごい。 DNA が 27%、 知らんがなが 31%、 広島が 41% ですね。うわー、これはでも広島が、皆さんが見る限りでは広島が有利かな。じゃあ、まくられたねDNA まくられたね。もう知らんがなが今2位だよ頑張れ知らんがなとか言って。知らんがな、あ、佐野選手怪我か。どの程度の怪我なの、もう CS 絶望的。あー、バウアーかね、結構バウアーね大事だよねオフォルト選手最高ですか、ありがとうございます。お、ジュックさん、あ、骨折なんだ。骨折きついな、うん、あ、で、ハルさんもありがとう。知らんがな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどな、阪神バウバーとは相性悪くないんだ。あと、じゃあもう少しでアンケート締め切ろうかな。もう大丈夫かな。
今のところ広島が 40%、 知らんがなが 33%、 DeNA が 26% です。もう、ね、2位が知らんがなになってますね。本当にめちゃめちゃ面白い。大丈夫かな、もう入れ忘れた人いないかな。大丈夫ですか。大丈夫かな。楽しいですか。ありがとう、楽しんでいただき何よりで、何よりで。じゃあそろそろ終了させていただきますので、よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね。大丈夫かな。では終了いたします。今159票入ってます。160いったら、うん、いったね。うん、じゃあ終了でアンケート終了いたしました。広島 40%、 知らんがなが 33%、 DeNA が 25% でございます。お疲れ様でした。投票してくれた、162票の皆様ありがとうございます。まあどうなるかね、楽しみにしましょう。14日、まず14日です。で15日自分ちょっと用事があってできないんでね。先に2回勝てばいいんだっけ。先に2回勝てばいいの。あ、カキフタイガーさんいらっしゃい。あー、 DeNA と相性よくないのでカープとが組み合わせになるほど。そう、3分の1知らんがなです。2回か。だから俺が14日やって15日休んでると、まあもしかしたらそこでもう終わっちゃってる可能性があるわけだよね。うん、どっちかが勝ってればね。うん、そうだね。いや15日もやりたいけどね、もうちょっとね仕事入れちゃってるんでね、本当にすいません本当に。もつれたらね3日目もあるよね。そん時は月曜まであるわけだね。まあどっちが勝つかやってみなきゃ分かんないね。1勝1敗の場合は月曜日マツダスタジアムで、またその時ナイターだよね確かね。ナイターだよね。アブブ様お疲れ様、コカプ様ありがとうございます。ね、いやお疲れ様でございます。 J スポーツでやるからねこの日はね、マツダスタジアムはね、CS で見えるね。じゃあそろそろ終わりにしましょうか。16時になりましたしね、お腹も空いてきましたんで。では皆さんありがとうございますね。まあどこまでこうね、ベイスターズが攻撃力を回復させるか、あとあれか、やっぱり広島は秋山翔吾選手が最近ちょっとねバッティング後半落ち目だったからね、え、そのここでまた CS で打ち始めるかどうか、その辺あたりかな。打線はね、ピッチャーはね本当に投げてみないと分かんないからね。いやー、秋山選手ねめっちゃ打ったからね、本当にあれが回復して。西川選手とかどうなんだろうね、やっぱ怪我だっけなあ。さ、そうだよね、秋山選手と西川選手が揃うと結構上位打線怖いよね。で坂倉選手がねなんか5番、6番あたりにいたりとかね。あ、出てる出てる。あ、マサポンさんお疲れ様。秋山選手が爆発するとちょっと下部打線ねやばいかもしれないね。
ベイスターズはだから牧くんを中心にあれだよね、やっぱ打っていかないとね。あとあの敏郎さん、宮崎敏郎さんがやっぱフル出場するぐらいでね、どんどん打っていかないといけないだろうし、関根選手がねまたあのバッティングが上がってくればねいいんじゃないかな、いいんじゃない、まあそりゃそうだろうけどね、なかなか落ちちゃったもんね、うん、関根選手もね、うん、マキ君調子悪いか、4番が調子悪いとね大変だよね、うん、だから その間やっぱりかな、ピッチャーでなんとか抑えていくしかないのかな。あとあれか、あの外ね、外選手がねえどこまでこう打てるかだね、またね、やっぱ彼もね打たんとね。あ、デアボロさんいらっしゃい、お疲れ様。打線水物だからね、本当に佐野選手いないのは確かに痛いよね。あー、牧選手、牧くんとね宮崎敏郎さんね、うん、やっぱ敏郎さん中心かな、うん、ね、セリーグのね首位打者だからね、うん、やっぱ彼が打つことによってこう周りをねこう盛り上げていく感じでやっていくのかな、うん、あ、吉田さんお疲れ様、お疲れ様。まあ楽しみだね、うん、あと西浦選手出ないのかなやっぱ出ないのかな直道さん出ないのかな、西浦選手やっぱり大和選手とかね柴田選手とかねいるからね、うん、西浦選手出ないかな。まあ、楽しみにしましょうね、うん、お疲れ様でした。ではそろそろね本当に、とはいえなやっぱりな、どっちが勝ってもやっぱ阪神のが強い気がするんだよな。今年の阪神はね本当に強いからな。もう甲子園も京セラもね現地見に行ってきたけどね、もうほんと、うん、マツダスタジアムのね前半のマツダスタジアムのカープぐらい強かったよね本当に、阪神もねあのマツダスタジアムなかなか勝てなかったもんね、やっぱね、うん、でも甲子園だからね、うん、いやー今年の日本シリーズは、日本シリーズでクライマックスは見どころありますね、面白いね、うん、どうなるんだろう、ワクワクする、うん、あ、お疲れ様でした。ではまたよろしくお願いします。とりあえず14日でよろしくお願いします。お疲れ様でした。よかったらディグボイス来てください、ちょっとだけやります、失礼します。ヤクルトいろいろ足んないです、あの体と心とあと高津監督のマネージメントが足んなかったってことで、はい、お疲れ様でした。ポッ、ありがとうございました。あとギリスか、ね、言ってましたね、うん、ありがとうございました。